はい、ということでやってまいりました。見てください、こちらコストコでございます。今日はね、大型ショッピングしようと思いまして、こちらにやってまいりました。なんかね、父ちゃんがどっかにいるらしいんですよ。なんかちょっと、父ちゃんちっちゃいじゃないですか。これぐらいなんで、父ちゃんどこにいるのかなと思って、あれ見つけました、コストコのおすすめ商品ですよ。お任せかわいいということで、今回の企画は、はい、私の工場のついに設備投資を始めるということで、はいはい、買って買って買いまくります。おお、散財で、今回予算が200万無理だよそこで200万無理だよ、まあ、本当に必要なものだけ買うんで、はい、もう目星はついてます、はい、もう本当カートに入れるだけなんで、はい、オッケー、アストマーチンや、アストマーチンも買うらしいです今日。というかちょっとお二人とも右向け右にしてください。いや、左俺それ、あ、これ気づきました、俺それ、あ、これっすか、TBCM TBC マスクでございます。いい、ありがとうございます。プレゼントがありません。1000円で売ってます。皆さん買ってください、はい、皆さん買ってください、はい、ということで、じゃあ買い物行きましょう、行きましょう。やっとトリフォー、欲しいやつ。これ金まず。あ、これだ。まずここになんかお金入れないと危ないですもんね。あそこ。そう。金ないかな。でかいでかいでかい。何から何に使うのこれ。これより大きいやつ欲しい。そっか。ないのかコストコじゃ。ちっちゃいな。全部ちっちゃいコストコの。ね。ありました。あ、もうここ全部買います。え、ここ全部、え、こっからこれからあ、これこれ買うの、これおお、これ工具入れるやつ、でかでかかっこいい、これ1個で済むもんね、もうこれとマジ、これも買います、あ、これこれも買います、かっこよ、すげえ。今ちょっとラックを迷ってて、これを買うかでかい、これを2つ買うか迷ってる、あ、どっちがいいかなみたいなの大ちゃんで、なるほどね、ただちょっとあれだと長すぎるかなと思って、こっちの方がまだ2つだったら組み合わせればなんかいろいろどうなんだろうな、いけるかなみたいな、うん、まあそうちゃん好みだよね、どっちも選ぶとしたら、俺でもこっちの方が全然好みだから、そう俺もね、そう俺もこっちの方が形は好み、長さがある、あれ幅もちょっとあるから、何を置くんですか棚に、ちなみにタンクとかでしょ、いや何も決めたいマジな話決めたな、いや棚はいるだろうだけ、ああ、まあ棚いるでしょ、絶対なタイヤとか例えば、ああタイヤとか使うバイクのエンジンとかタンクとか置くんだったらこっちは絶対かっこいいですもん、そうだけどね、うん、でかくない、でかい、まだ、まあ、あとこっちの方が丈夫なんだよ、いや見た感じそうっすよ、うん、全然これ、あ、もうあれも高さも変えれるのか、高さも変えれる、これ変えれるじゃないですか、全然、ただね、うん、全部今日詰めるから、でもこれでしょ、箱でしょ、いや、そう、そうだね、あの、あ、これも全部、だってこんな感じですよ、見た目かっこいいじゃないですかほら、これにしよっか、俺はこれがいいと思います俺はね、じゃあこれです、907キロあるの、907キロ置けるってことだ、なるほど、オッケー、だってあとこれが、びっくりした、まあ、あとそれ、あとこれ、これ、これでかっ、でかっ、これ積む、積むんだ、あとこれ積めるかな、もうこれは積めるか、最悪配達してもらえばいいんや、うん、あ、これ1個しかないのかな、なんかで、これで1個、あ、これ出ます、これ、これそうじゃん、あ、そうか、箱傷ついてるからこれがいいんで、まあこれすごいな、これもうあれじゃん、これで運べずじゃんそう、これで、これでね、出してもらって、だから全部3つ、とりあえずこの3つは買うんで、すげえ
これ全部いくらぐらいですか。いやでもね、20万円いかないぐらい。20万ぐらい。かっけえなこれ。すげえ。これ色はいいんですね。テイスト的に、ね、これしかない色は。塗っちゃいましょうよ。上これじゃあ下黒に塗りたいです。合わせる。そうそうそう。まあ別にこれでもいいか。いらないからこんな。これなんすか。これがセットですか。そうセットです。これだからワーク。あ、これも高さ決められるな。これも高さ。そうそう、これは下になんかしまえるみたいな。はいはいはい。いいっすね。ちょっとね、動くね。本当だ。なんかね、気になるところであって、うん、なんか他に買う。これなんかね、見たいな。なんか知らないけど見たいな。ね、全然ね、現金持ってきてないからね。カードで買う。俺もカードしかないんですよ。これ1000円しかないから今。マジで。カードで買うしかないです。カードって買えます。買えると思う。買える。マスターカードただ俺持って帰るの電車だから。そうじゃない。ではプルコギ見ようかな。まあコストコってさ、プルコギだよね。そうなんですよ。もうプルコギを買いに行ってると言っても過言ではないんで。今日は違うな。これじゃないの。すげえ入ってる。すげえ入ってるんだけど、よだれ出てきちゃった。これか。これだ。これ？さすが。いいじゃん。持って帰れないこれ。腐るかな。いや袋入れてきた。もう冬だから。大丈夫ですかね。うん、電車乗るんですよ、だって。大丈夫だと思うよ。これちょっと買いたいですね、一個。とりあえず。ヨウさんいらないですか。俺もなんか見ようかな。ね。いやまあ、いや1日で今日ぐらいですよ。あ、冷凍する。あ、冷凍しますよ。当たり前じゃん、今日全部食うとやばいじゃん。ほぼ高い。やばいよ、ミスターコストコじゃん、そんなの俺。今日食ったらミスターコストコじゃん、俺。あ、じゃない。なんかベッドに。ペンドルトン。ベッドのカバー。いいから。安い。ペンドルトンですよ、これだって。安い。3000円っすよ。やばい。普通もっと高いっすよ。だって、オソロだった。え、持ってんの？なんだそれ。え、俺も買うから。俺も買うからって何。母ちゃん買うな、俺も買う。じゃあ俺買うわ。あ、じゃあペンドルトンって高いじゃないですか。これなんでこんな安いんだよ。ペンドルトンだから。カゴ欲しいなと思ってたから。あのマシン、やっぱマシン。マシンどっかないかな。マシンないの。あの入り口まで行かないと。マジか。かっこいいじゃん。ラムネコかっこいいじゃん。これ何これ。これやばいって。軍艦マシンじゃん。え、どうすかこれ。ラジコン。え、これもかっこいい。ディフェンダーのレゴでしょ。めっちゃかっこいい、うん、17,800円。多分安いんじゃないですか。安いすごい綺麗。本当だともっと高いですよ、絶対。あ、しちゃうかも。え、これ何、どうすかこれ。いやもうね、最悪だと思うよ。最悪な作りだと思うよ。マジっすか。画素数4000円っすよ、だって。もう終わってる。買い時じゃない。でもすごいね、それ優しいよね、この SD もつけてくれてる。買い時じゃない。画素数いくつかって。とんでもなくやばそうだな、これ。こういうの信じないからな。昔の、あ、でも、4K までいけるで。4K30、え、マジですごいですね。絶対嘘。買いじゃないですかね、やっぱ。4K30、本当に。はい。これ、今買い時っすよ。でも多分、すごいブレるんだろうね。あー、ジンバル機能が多分。俺、カゴ置いてきたの。ミスターコストコ。もう。それは、あ、キュアエスロンさん。キュアエスロンさん。間違えた。キュアエスロンさん。間違えたな。これも有名じゃないですか。これ、一回、コロナの時品切れになったそうね。へぇ。これどうですか。安いんですか、これ、本当に。安いらしい。本当ですか。置いてくのが邪魔だから。いや、そうっすよ。こんな多くないやつでいいんだけどな、俺。これもね、多いな。全部結構入ってんだ。これぐらいでいいか。どうすか、うんうんうん、いいんじゃない。このプルコギいきますわ。いいね。こいつ選びました俺は。運命のプルコギです。こいつと運命のプルコギ。こんな広くてここっていう。いや、ペンドルトンと一緒にしたら壊しちゃうから。あ、そういうこと。はい。あとこちらですね、シェルパーブランケット。なんとペンドルトンのこんな大きい。可愛いよね。可愛いんですよこれ。これ柄全部一緒？あ、一緒じゃないでしょ？あ、え？一緒か。違う違う。一緒か一緒か。一緒か。でも一緒っぽいですね。あ、一緒だ。あれ？一緒か。一緒だよね。目が錯覚してるな。そうなんだ。一緒っすね。
これをちょっと一個いただきますね。かわいいっす。ベッドね。今からですね、購入した大型のそうちゃんグッズをですね、車に積み込むんですが、ちょっとでかすぎて入るかわかんないんですよ。それは1か8かでちょっとやりますんで、入らなかったら面白いと思います。ただめっちゃでかいですね。あ、でかっ。近いわ。でもこれ1個だから。ではちょっとお楽しみに。なんとか伝えました。入りましたね。そうですね。またちょっと明るいところで説明するんで、皆さんギリ伝えました。いいっす。ちっちゃいもんだぜ。ちっちゃいもんだ。詰めてよかったですけど、出てきには面白くないんですいません。はい、というわけですね、なんとか詰めました。パンパンですよ。ジャストフィット。いや本当ジャストフィット、シンデレラフィットですね。マジで入らないこと。これちょっとビビって。長さもちょうどです。幅もちょうどです。もうこれ以上ない。すごいな。さあ、ところでそうちゃん、総額いくら買ったんですか今回。おまけは、まあ、大したことないですよ。そんなでしょ。そうですね。18万71円です。18万だったら別に全然大したことない。そうですね。結構買ってる方ですもんね。そこで18万って結構、うん、今日1番だったりですけど、玉坂井倉庫18万どころだったかな。そうちゃん、そうちゃん的にどうですか、これ結構安く買えた方ですか、予想より。はい、じゃあいいですね。はい、うん、まあ、これからっすね。あと中に工具入れたり。あ、そっかそっか。それに結構お金かかりそうですね。そうですね。いろいろこれで、あとなんか作業風景とか、うん、それ撮れるようになればいいなと思って。さらにね、これでどんどんカスタムができるようになったらね。そうですね。もっとなんかいろんなことを撮影できたりとか、まあ知ってる人だけ身軽に遊びに来てくれれば。知ってる人だけ。今日も遅くまで撮影してるんですけど、うん、僕たちだけだと下ろさないんです。りょうじさん遅くまで。それはまだ下ろす作業がありますね。全然下ろさなきゃいけない。すみませんが、それ向かって、うん、これからじゃあ工場に入ります。いいですか。入ります。やった、これやってたじゃん。やってたよ、これさっきの暗闇でやったもん、これ。俺何もしてないのにね。俺見てるだけだと思って。コストコおじさんがみんなせっせとやってたから。俺は見てるだけですよ。でもコストコの人はよくしてもらいました。ねえ、本当にね。コストコさん、ありがとうございました。じゃあ頑張って押してください。じゃあ行きましょう。着きました。これをこちらの秘密基地に入れちゃう。運びますと。これはちょっと洋治さん片手で持てると思うんですけど、上手なくない。さっきだってコストコのおじさんマジで4人で4人でギリでしたからね。あれフォークでギリギリ。そう、フォークリフトで持ってきてギリギリ。俺らマジ3人ですから。そう、洋治さん2人分あるから。僕カメラ持つんで。なんでやって。頑張ってちょっと入れますわ。いや、絶対入ってないから、これ取らないと。じゃあ、それ準備しますか。はい、入って、あれ、決めないと。それ、何それ。俺さ、電車つないだと。
あ、そうなんですか。こういうこと言うとね、外したことあるか分かんないな。どうて今日ライブ配信するっすか。これ取れない。いや、もう大ちゃん、どうてなんだから。そうなんですよね。もう僕ら発信させよ。あ、この段ボール剥がしたので、皆さんこれ見てください。これ1個目です。下の部分で、これが上の部分で、そう、切れた。すごい、これが剥けた。なんだよ、なんだよ。パッチャーン、パッチャーン。うっせぇ、緊張。バキーン。すげえ、これ超硬い段ボールだ。これめっちゃ、あ、これ普通だ。めっちゃいいな。大ちゃん、ゲットだね。え、上に向かって、あれが置くんですよ。あ、可能性あるかも。うん、一番いいんじゃない。え、置く、ほら、いや、違うね。違う、いらねえか。来ました。でかい、でかい、でかい。さあ、ここは二人でいけるか。これ、どうしたっけ。いっぱいの、なんか、手があるからね、ここに。あ、これ、剥がしたね。剥がしてた。あ、板はやっぱり挟んでただけだったね。本当だ、そうだ。本当だ。すごい、しっかり。うん。さあ、じゃあ、上に乗っける。さあ、バッテリーもギリギリになってまいりました。ギリギリ。さあ、手をこっちを探せ。あった、1個しかない。2個ある。ありました。これが中原のチームです。さあ、バッテリーが持たないのでカメラチェンジします。はい。じゃあ、なんでそのバックしてんの。ちょっと筋トレしてたらでかくなったよね。大ちゃん、大ちゃん、パンパンとしすぎじゃない。なんでそんな俺、何やらしいんですよ、体の顔が。あ、それがオーディションだから、服が入るんですよ。だから俺、癖なんですよ。なんでそんな狙いか。やばい、胸パンプしすぎじゃない。やばいっす、脱げないです、その YouTube で。でも、本当にね、腕とかも、この辺が太くなっちゃって。ねえ、太くなったね、大ちゃんね、腕。ジャケットとかを着たら、パンパンなんですよ。そんなもん。だから多分ジャケットこうやったら破れるんですよ、背中が。で、今もさ、重たいもの持ったからちょっとパンプしちゃったんだろうね、きっと。それはあります。体重を軽く持ったから、今も来たらめちゃくちゃ重たいから、ほんと。 G カップぐらいあるね、今ね。びっくりした。そうそう、この測ったら101ぐらいだったんですよ。嘘。え、そんなもん。はい、やばいっすね。パンプしまくってるね。そうですね、ちょっと裏切らないですね。厳しい。厳しい。筋トレをしてます。まあ、とりあえずね、こういう、こう、ね、あれがどんどん増えていくと。そうですね。今日はね、そこまで時間がないんで、次回、時間があるときに、また、そうだね。154分。次回は
であれを開封して置く作業の動画になるので、そうね。じゃあ今日の長い一日を締めてください。はい、ということで、そうじゃお願いします。はい、今日はですね、日本撮りでしたね。はい、これはコストコのやつだから。そうコストコのやつで求めてもらうんだよ。まあ、やっとあの、はい、厳しくしよう、いろいろと説明しました。はい、まあちょっと前も出すぎちゃった。そうですね、前も飲んで、はい、本当にパワーして、はい、なっていけばと思っています。はい、皆さん、高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。さあ、また来週。さあ、バイ。